ゆうくれドリーミー。お空の上の雲の上には女王様と妖精さんが暮らす素敵な世界がありました。ところがある日、ナイスキャッチミヤ。この出会いが私たちの夢のような物語の始まりでした。ドリーミーコンパクトを使ってミヤと一緒に夢の中に入るミヤ。ニュークルステッキを使ってみんなの夢を守るミヤ。困っている人の夢の中に入って助けてあげるとドリーミーストーンがもらえるミヤ。私は日向ゆめ、いちご学園中等部の1年生。部活はチア部に入りたいと思ってるの。私のドリームパートナーはミュウちゃん。不思議な力で夢の中に入ることができるの。同じクラスのマイラちゃんは読者モデルなんだ。パートナーのペコくんはいつもお笑いでみんなを笑顔にしてくれるの。何でも教えてくれるコトコ先輩は優しいお姉さん。パートナーのスーちゃんも頭が良くて頼りになる仲間だよ。幼なじみの朝日はお隣に住んでいてずっと一緒なの。生徒会長でテニス部部長の杉山先輩にはファンがいっぱい。いつも悪さをしてくるユニ、ツギ、ハギ。ユニくんとツギハギちゃんはちょっといたずらしすぎみゃあ。ミュウちゃんたちの不思議な力はみんなには秘密にしなくちゃいけないの。ママにも内緒のお友達にゃ。ニュークレドリーミーは4月からテレビ東京系列にて放送スタート。